薬がないと何にもできないわけじゃないと注射器を手に取ったけど検査のくぐり方がわからない、ほらドーピングしちゃったもんね、だけどあまりパンプしない、歌後に気づいたけど才能ないのかも、注射を打つ時は最高にハイになるけど副作用のロイドレジで人を殴って刑務所に入ったさよならと言われてJBLF追放されたけど、いつもより仲目がいい、黄色と黒の団体に戸惑ってるよ、もしジェリーに一つだけ強がりを言えるのならもうドーピングしないなんて